とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、このアドベンチャーハブが出現しまして、1ヶ月ちょっと経ちました。早い人は、12月中に終わってたのかな ?12 月中にもう50まで行ったっていう人も、ちらほらいたみたいですけども、俺もようやく、49までクリアしました。残り半分ぐらいで最後の50がクリアできそうです。このマントがもらえるんだね。で、ウィークリーチャレンジの一つ、ブロックを移動するかな。これがもう少しでクリアできそうなので、多分それでアドベンチャーハブの埋まるんじゃないかな、ゲージが。なので今日はちょっとこれを埋めていきたいと思います。大概の人がここをやると思うんだけども、シークレットミッション、ハテナハテナハテナ。クリア回数を何百回クリアしなきゃいけないとか、そういう周回をするときよく使うよね。俺もね、周回するときはここで来てます。まあ、実際、何ブロック移動しなさいっていうやつは、キャンプをね、ぐる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 回ってれば、クリアはできるのよ。でもそれじゃね、ちょっと面白くないし、ここだったらね、ついでにレベル上げもできますので、ここをやってます。行くぞ!はい、行く時の装備なんだけども、俺はね、これでやってます。カバンビルド用のバブルバースターと発光するイカの防具。で、スポンジストライカーだね。で、アーティファクトが、羽、ブーツ、カバン、です。このね、ブーツがね、やっぱりいいし、イカで、プラス 15% 動きが速くなってるので、めちゃくちゃいいです。で、このね、速度のポーションなんか取ると、むちゃくちゃ速くいけるんで、めちゃくちゃいいね。で、このカバンビルドだけども、あのね、連射器を、そのまま押しっぱなしにしてると、これね、あんまり雷出ないと思うんだ。なんかね、今までやった感じで、雷は、連射器を押しっぱなしの時は出にくいと。で、コツがあってね、なんかね、こうポン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 指を離していく感じ。音が聞こえるかな?このコントローラーを。こういう風にポン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 押していくと、離して押して離して押していくと、結構雷がポン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 出て、火力は抜群に出すことができます。多分これはね、そうだと思う。で倒しましてクリアだね。でおそらくこれで1500歩ぐらい動いたと思います。1500歩、あとそうだね、5、6周すればクリアできると思うんで、それまで頑張っていきますね。ブロックを移動する、クリアしたけども若干残りましたね。どうしよう。デイリーぐらい行けばたまるかな。まあ、もうちょっとミッションクリアしていきましょう。よっしゃ、これでどうでしょうか。キャプテンはちょっと少なめだったんだけども、まあまあ5体倒したから十分でしょう。さあデイリー1回であれぐらい溜まるかな。どうだ、あれまだか。もうちょっとじゃん。もうちょっと。はてなはてなはてな。あと一回行こうか。そしたら多分、いけるでしょう。よっしゃ。来ました。ようやく、シーズン1、アドベンチャーハブすべて、クリアですね。今日が1月の19日。で、今夕方です。1月19日、ようやく、シーズン1はクリアだね。シーズン2はいつから始まるんだろうね。どうだろう。多分あと1ヶ月ぐらいしてからかな。まあまあまあ、この、アドベンチャーハブが出てきて、なんかね、こう、やりがいが、さらに増えたよね。これを一つ一つ、クリアしていくことによって、いろんなものが入手できるんで、これはなかなか良かったと思います。よし。ようやく、この土砂降りマントと、曇り火の登山のマント。なんか名前が長いな。
ゲットしました。やった、かっこいい。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。